は、えー、はい、いおはようございます、えーと。コンピューターにいたんですけどもね、この間の、並列リスプの性能を確かめるのに、えーと、テトロノミノを作ろうってやってて、中東にしたんですけども、えー、と今朝ちょっとあの考えてまして、えー、まあ、自分用のメモみたいなものなんですけども、えー、このピースをですね、ABC で、e、と振ってでその、えー、展開系も考えなきゃいけないんだけどもこれを、えー、とその空いてるとこに置けるかどうかという判定でですねプレイスピーって関数名にとりあえずしたんですけどもで置けるって言っても人間になったら直感的にこれは置ける置けないってわかるんですけどもコンピューターにはもっと厳密に教えてあげないといけなくてで例えばあのえっ、ー、とピース CC ピースのえっ、ー、と C2 タイプ、あるいは C3 タイプを、えー、置くっていうことを考えたときに、えー、どういうふうに判定するかななんて思ったんですけども、えっ、ー、と、例えばこのケースですね、これは C、えーえー、これんなるのうん、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 あ、C3 かあ。違う、C3 じゃない。あ、C2? C2、ねえー、はこの場合はお置けると考えていいわけですね、えーと。間が空間ができないのでで、これはそのここの空いてるその一番、えー、とその行の中のよう空いてる一番左側の列のところで、えー、置けるかどうかを判定するわけで、えー、とこの C2 のタイプだと。 ん。死 <laughs> にか死にタイプ死ぬタイプだと、えー、置けるよとで今度はこれはね C1 のタイプ C 違う違う C3 だ C3 のタイプ C3 のタイプを、えー、置くってことを考えた時にえっ、ー、とこう置いちゃうと空間ができてしまうんでこれでゃダメなんですよねでえっ、ー、とそれはえっ、ー、と 置けるところのにその,、えー、そのなんていうのか一番左の要素を,を、えー、一番右か一番右の要素を、えー、から展開していってはみ出すからこれはダメなんだっていうふうに、えー、教えてあげれば、えー、空間ができるっていうふうな置き方はコンピューターはしなくなるので。 えー、これでプレイス P っていう関数を整理していけば、えー、いいんじゃないのかなって今考えてるところなんです、えー。ということであとこの間あのちょっと考えついてる最菌を使ってバックトラックをしてもれ、えー、なく全部回を開い上げると、えー、いうふうなところをやってみたいと思ってます。ここあのそうやってみるあの小さい時にこの手のパズル買った時に説明書がついててね あの成添さんがコンピューターで計算したところがこの回は何,何通りありますなんてどうやってコンピューターでこれを計算させるのかなって思って考えも当時考えもつかなかったんですけれども。 えー、ようやくあ <laughs> れですね、あ,のあれから五十何年経って、五、え、十、ー、何年とか、6年近く経って、あやっとあのコンピューターでやった人ってのは、こういうことやってたのかなみたいで、ね <laughs> あのー、楽しがっておりますが、はいえー、そういうことです。